はいどうも皆さんこんこにちはあのー、毎月その読書会と映画会をあのちょっと第4金曜日の夜にやっていこうというちょっと今年初めていろんなことにねこうチャレンジしていく一環としてえやってんすよで1月に読書会をして で、4人のね、方が参加してくださって、で、その、後で音源をね、まあ、そのプ、プライバシーというか、あんまこう安くしちゃうと、その、参加する人が、ちょっと半分、こう、太くて多数の人に見れる形になっちゃうと、なんか、喋れることも喋れなくなっちゃうみたいなのも嫌だから、まあた、ちょっと高めの値段設定で、なんつうのかな、だから、 まあ、その参加費は1000円いただいてるんですよ。もうこれは維持していくっていうか、続けていくために、えっ、ー、と、ま、まあ、ちょっと、あのー、必要な経費というか、まあ、僕の準備する時間なんかも、てうのかな。あの、結構かかってて。なんかむしろその時間で割っちゃうと赤字案件になってきてはいるんだけど。えっ、ー、と、でも、なんだろうな。その、えっ、ー、と、1000円いただいてて、 まあちょっと出たかったんだけど、ちょっと予定合わなかったよっていう方とかが、その会話を後で聞けるように、550円で売ってるんです。で、なんだろう。その1月初めてやってみて、割とこの参加される方は、まあね、すごく良かったとおっしゃってくださって、あの、なんつうのかな、なんかこう、<laughs> あの、すごい、まあ昔、 その FBI で 42DC セミナーっていう一泊のやつやってたんですけど、ちょっとそれにも似た、まあオンラインだしね、その時間もね、その限られているから、あれなんだけど、でも二次会も含めて皆さん参加してくださると、なんつうのかな、その人となりも分かってくるし、なんかこう出会いっていうとあれだけど、なんか同じような問題意識を <laughs> 持ってる人が、その、 うんとああ、自分は一人じゃないんだって思える感じとかは、皆さん感じてくださってて、あそれがすごく良かったなと思ってるんですよ。だから、ちょっと手応えを感じたんで、えー、2月も続けていこうと。で、えっと、なんだろう、フォーマット同じなんだけど、まあ、やってみて分かったのは、やっぱり、そのオンラインっていう制約もあって、あのね、やっぱね、人数が多すぎると、そ,その会話が、なんていうのかな、うん、と人数、 え、が、これ以上増えると会話が浅くなるっていうラインみたいのがあって、やっぱ深い対話をしていきたいんで、そうするとやっぱ5人がマックスなんじゃないかな,な、みたいな感じなんで、ちょっと5枚限定なんですけど、チケット、えっ、ー、と、今月もね、販売してて、えっ、ー、と、概要欄に、えー、あの、ノートからチケット買えますんで、ああ、よろしければ、まあ参加したいよという方は、えー、買っていただけると、ミネルバ映画会、まあ、映画を語る会ですね。まあ どみたたいいいに考えてもらったらっいいんですけどまあ、ちょっと、それさん、興味あるよという方は、あよろしければチケット買ってくださったらなと思います。まあ、5枚なんで、も売り切れちゃってたら申し訳ないというしか言いようがないんだけど、まあ、その、あとで音源買うっていう形でね、あの聞いてくださってももちろんいいしっていう感じです。はい。で、えー、っと、まあ、だから、その、僕、その、 ね、個人事業主の人内技術としては、その赤字案件、ええー、なんだけど、だけど、なんか絶対これやった方がいいなと思うんですよね。なんか、こういうことを俺はしたかったんだなって思ったんだよ。<laughs> なんか。 そう,そうそうそう。そうなんかこういう場ってなんかすごい大,大いいなって思って。そうそうそう。それが、なんていうのかな。すごい、こう、ラジオリスナーがさ、特にこう、そんな人気あるラジオとかじゃなかったら、そのラジオリスナーでカラオケボックスで集まったりしたら楽しいじゃないですか、絶対。なんかちょっとそういう雰囲気もあってね、面白かったです。 で、今月もちょっとね、まあ、同じようなメンバーになるかもしれないし、入れ替わりがあるかもしれないし、みたいな、ちょっとどんなメンバーになるかわかんないけど、映画について語りませんかという、まあ、僕が主催者になって、みたいな場です。で、あの、いろいろ考えて、その、えっとね、読書会は、先月は佐藤正さんの、えっと、40代で、 えっと、40代でシフトする働き方の極意っていう本を扱ったんですよ。まあそれはその、まあ皆さんが手に取りやすいっていうのとか、まあいろんなことを考えてそのテーマにしたんですけど、そのテーマっていうかその本を扱ったんだけど、映画の場合、この一本を扱うっていうのが、なんつうのかな。うんと、まあそれも将来やるかもしれないですけど、えっ、ー、と、 だろう今視聴環境ってそれぞれすごく違うしあのー、そうそう DVD 買わないと見れない映画も世の中にはあったりとかでじゃあアマプラだから全員見れるかというとアマプラ入ってない人だっているしなんかこう1個に設定し せずにもう僕がもうこの2ヶ月見た映画を全部紹介してその中の1本でも見てればまあそれについて語ってもいいし1本も見てなくてもちょっと最近見た映画でこれ面白かったんだよねみたいなことをあの話していただいてもいいしみたいななんか映画についてこうあんまりこうあの間口をあえて。 極限まで広げて、映画について語りたい人集まれ、みたいに思ってくれればって感じ。で、僕が見た、この2ヶ月で見た映画については、僕、メルマガでも紹介し、で、まあ、文章あんま読めないよとか、メルマガ、グーグル、Gmail <laughs> 届かなくなっちゃったから届いてないよって方は、あのー、まあ、この動画、音源聞いていただいて、なんだろう、あ、この映画実は見てるんだよねとか、あ、この、 ね、解説を聞いて見たくなったから見てあ語りたいな参加するみたいな流れでいいかなと思って、えー、ちょっと2回に分けてあのー、メルマガも動画もやってきたくてえー、っとだから今日が前半になるんですけどまあそのランダムに僕が2ヶ月に見た映画をバンバン紹介していくんですけどえー、っとまあやっていきましょう一、えー、1つ目がですね「リコリスピザ」っていう映画でこれね12月1日に見たんですよね えとちなみに僕12月から1月に見た映画を全部紹介していきます。えー、でアマプラで、アマゾンビデオで僕レンタル、あの、500円課金してみました。今どうかなわかんない。課金、今も課金かもしれないですね。割と新しい作品で、監督がポール・トーマス・アンダーソン、えー、主演、ライ、えー、アラナ・ハイムさんっていうですね、2022年のアメリカ映画で、割とこうね、あの、評判だった映画で、なんか70年代のアメリカの えーとなんつうのか小ビジネスというかハリウッドとかの話でいいと思うんですよね。でまあそういうとこでその小ビジネスのあるなんつうのかな下働きをしてるアルバイトしてる女性がアランナさんが演じててでこの人がユ,ユダヤ系なんですねユダヤ人なんですね。でなんつうのかなすごいその当時のアメリカの雰囲気を真空パックして教えてくれる映画としてはあの似てるので言うとねあれだわ。 あれがめちゃくちゃ似てる。Once Upon a Time in h a l l o o d っていう、えっと、タランティーノだよね、あれね。うん。タランティーノの一番最近なんじゃないでもう、タランティーノ撮らないとかって言ってんじゃなかったかなだから、あの、ブラッピとね、ディカプリオが出てるやつ。で、あれがすごい似てる、雰囲気が。だから、その当,当時の、その時代がに、なんか、こう、 いわゆるこう、反戦。あれは 60s なのかなまあでもちょっと、その、うん、と懐かしい、アメリカの懐かしい映画っていうかさ、なんかそんな感じ。で、えっと、リコリスピザの場合は、その、うんとね、ちょまあ、恋愛映画なんだけど、その中にそのジェンダーであったりとか、あとはそのユダヤ人差別とか、えっと、なんつうのかな、まあそういう、 のも織り込みつつでもまあ純粋にこう恋愛映画としてすごいなんかこう特に男性の方がまだ何者でもない誰ね人間が何者かになろうとする話みたいなことで言うとすごい王道のいわゆるそのビルドゥングスロマンっていうのかななんかそういう形でであとはまあすごい撮影とか上手なんでなんていうか絵,絵だけでずっと見てられるみたいな感じかな。 っていうだからなんか当時のアメリカに詳しい人とかは絶対もっと面白いかなって感じでしたねえ次次がねもうめちゃくちゃ面白かったんですけどこれあのウィニーっていう作品でえっとね僕はこれこれもアマゾンビデオで500円課金してみましたでめちゃくちゃ良かったで今だからネットフリ無料とかになったら最高なんですけどまあ今んとこ課金なんじゃないかな基本はいわかんないそのまた ネクストとかでどうなってるかとかも全然わかんないですけどとにかくこの「ウィニーは僕名作だと思うんですよ、えっと、松本優作さんという人が監督で、えっと、主演は東出昌宏さんで吉岡秀隆さんとかも出てるしあの割と有名なね俳優さんも出てて2023年の日本の映画で,でこれね僕あのビデオニュース っていう、神保哲夫さん主催のその有料放送で知ったんですよ。めちゃくちゃ面白い。で、あの、ウィニーって、なんつうの、そのパソコン、インターネット黎明期にパソコンをすでに使ってた人なら、ほぼ皆さん知ってるんですよ。割と、うんとね、うん、だからあの当時20代とかだから、60代以上の人はほとんど知らないはずなんですよ。 で、えっと、逆に30代以下の人も知らないはずなんですよ <laughs> で。今の4 50代がめちゃくちゃ多分、ウィニーって。で、だけど、これってなんかメディアとかで、なんつうの、えっと、メディアを騒がせるようになったのは事件になってからなんですよ。だけど、その僕の記憶で言うと、僕、大学生の時に研究室っていうのに入るわけ。で、その研究室で、なんつうのかな、まあ、 うんと、詰書みたいになってて <laughs>、その、で、その、えっと、机とかがあるんですよ。で、その、4、5 6年生になると、僕らは獣医学科で繁殖学研究室、僕は入ったんですけど、その先輩方が、割とこう、当時のあの、なんか、サイコロみたいなマックとかあるじゃないですか。で、ああいうのでさ、卒論とか書いてるんですけど、で、僕らも、まあ、なんか、必要なんで、ノートパソコン買って、で、なんかこう、レポート書いたりとか、調べ物したりとか、 するわけですよ。で、パブメドっていうのが、今もあんのかないわゆるその論文とかをさ、インターネットにつないでさ、でだからあれは当時はもう Wi-Fi ってなかったから、その LAN ケーブルをぶっ刺して、で割と遅いんですけど、でもまあ大学はね、それがインフラなんで、大学のそのネットにつないでね、やるんですよ、いろんなこと。 で、その中で、その先輩方が、そのウィニー知ってるみたいになるんですよ。で、2つありました。ウィニーとナップスターで、今になって思えばナップスターはアメリカでウィニーが日本なんですよ。で、これがファイル共有ソフトって言って、いわゆる、その、うんと、もう、 世界中の人が音楽をそこにアップロードして、世界中の人が、えっと、そこから音楽をダウンロードできるという、まあ動画とかね、そういうのもやってた人もいたらしい。で、その中の一部の人は割と捕まったりとかした人もいた。違法にアップロードしたっていうことでね。で、えっと、でも夢のようなシステムで。 これが事件化されるのが、えっと、日本だと2000年代なんですよ。だから、えっと、90年代後半から0年代、2001年、2年ぐらいは、まだなんかこうそ、そういうものが出てきたんだけど、それをどう罰していいかも国家が分かってないみたいな感じのカオスの状態があったのね。 で、その時に僕はそので大学生だったから、えっと、ウィニーを先輩に教えてもらって、なんか、だから、当時の j p o p の曲とかもほぼほぼアップされてたから、ダウンロードとかしてましたよ。でも今は違法だと思います。今は違法っていうか、当時も厳密には違法なんでしょうけど、まだそういう判例すらないみたいな状態で。 黎明期だったからね。で、その後、なんでウィニーが、なんつうのかな、注目されるかというと、ねえ、このウィニーの開発者の金子勇さんって人が起訴されるんですよ。国から。ね。で、えっと、彼が、その、この裁判って結局結論いますよ。この裁判は実は、 地裁と高裁では有罪なんだけど最高裁で覆って無罪判決が出るんです。だから、えっと、金子勇さんは、えっと、最後には無罪になるんですよ。だけどその1年後に、まあ、死んじゃうんですよ。42歳で亡くなっちゃう。まあ、その長引く裁判とかのストレスもねあったでしょう。で、えっと、そのね、 ナップスター、アメリカのナップスターも同じような時期に、えっと、だから2001年じゃないかな、ナップスターの場合は。ナップスターは、えっとね、こっちは刑事で告訴はされてないんですよ。民事で訴えられて、で、なんか賠償請求が認められたかなんかで、一回潰れるんですよね。だけど、ナップスターはナップスター2.0って形で復活して、で、それを大きな企業が買うんですよ。アメリカでは。 で、億万長者になるんですよ、その、ナップスターの開発者っていうか経営者は。で、さらに、顛末言うと、実はこのシステム使えるってことに、スティーブ・ジョブズが目をつけて作ったのが iTunes なんです。ねで、日本では、その、えっと、判決が出たのが何年だったかちょっと忘れたけど、何年も何年もさ裁判やるわけよ。で、結局、地裁公裁で有罪も出ちゃってるし、金子さんはもう社会的制裁を受けまくってるから、どうなるかっていうと、 あの天才プログラマーなんですよ金子さんってねで金のためっていうよりもなんか2チャンネルにあげたらしいんですよね最初ねだからもうなんかオタクなんですもう,純もうすごいオタクなんですよまあ東,東出さんのがすごい上手な演技してるけどもうもうピュアな <laughs> ハードコアのオタクっていうかもう本当にこう純粋にプログラムって面白いなって思いながら育った人ででこんなことできるっていうピアトゥーピアっていうのを発見して そして、それをねえっとみんなどう使ってって言ってやってたら逮捕されちゃうんですね。で、この問題って何が問題かっていうと、実はなんでアメリカではこうね、アメリカと日本で顛末が違ったかっていう理由が、まあこの映画を見るとわかるんだけど、日本の場合、原告のとなった側、つまり国ってことなんだけど、原告者が何が問題かが分かってないんです。 要はそのネットってものを理解してない。ピアトゥーピアっていうシステムを分かってない人たちが原告者になってるんですよ。で、これどういう話かっていうと、ファイル共有ソフトって皆さんね、そのウィニーとかナップスターって思う、ね、のことでしょって思ってる人いるんだけど、たそれ間違ってないんだよ。だけど、YouTube あるじゃないですか。まあこれを YouTube で見てる方もいるけど、YouTube ってファイル共有ソフトなんです。だからウィニーと YouTube って基本的には同じなんです。 でその著作権だなんだみたいなのをクリアしてね純化していってしかもブラッシュアップしてそうねあのー、洗練さしていったのが YouTube というソフトじゃないですかねだからでも本質的には同じなんですだから金子さんって実は YouTube を作る技術があったんですよ潜在的にねだけどこれどういう話かというと金子さんを罰するっていう方向に日本は行ったんですよ で、アメリカは早々にナップスターを罰するのは違うっていう判断をしたんですよ。この差はめちゃくちゃでかくて、どういう話かというと、僕がね、YouTube に、えー、っと、今日、例えば、隣のトトロとか、崖の上のポニョを丸々一本アップロードしたら、僕は罰せられます。えー、っと、著作権。 法違反で罰せられるんで,すよでまあ YouTube のアルゴリズムがそれを即座に判断して僕のアカウントはバンされるかもしれないですね。<laughs> そういうことじゃないですか。でそういう仕組みを組み込んだから YouTube は今も何て言うのかなあのいろんな著,著作権と折り合いをつけながらマネタイズしながらしかも著,著作権を持ってる人にも利益をある程度還元しながらね YouTube ミュージックとかってそういうことじゃないですか仕組みとしてえっとなんだろうその社会を変えていった。 っていいうのがじゃないで,すかで、すかでこれ、金子さんの裁判でどういうことかっていうと、この場合、さっきの例で言うと、僕が崖の上のポニョをアップロードしたら、YouTube を作った Google が罰せられるっていう話なの。そういうことですよね。だって、その <laughs>、えっと、ウィニーを作った金子さんが悪いんだって言ってるんだから。で、これ、ね、Google で違法なことはできますよ、もちろん。でも、今はそれが、そのアルゴリズムで、 なるべくそういうことが起こらないようになるべくっていうかほぼ不能不可能ですよねもうあの AI が検索ねあのもう曲とかもさなんかねあなたのアップロードした動画は著作権に違反する可能性がありますみたいな傾向が出たりするわけであれ全部アルゴリズムがやってるんですよで o g l e はそれを実装したからね今も法的に問題のないプラットフォームとして存在してるんだけどでも当時の,そのウィニー裁判って何かっていうと 今ででうううとそういうことそいこなんですよ僕が何かしらミスチルの曲をあ無断でアップロードしたらえっ、ー、と Google が罰せられるっていう国が Google を訴えるってことでもそれっておかしいじゃんでそれっておかしいから最高裁で覆ったのねでなんだけどじゃあこの最高裁で覆えるまでめちゃくちゃ時間かかってるわけでその間何が 問題だったかというと、要は日本には金子さんのような天才プログラマーって多分いっぱいいたし、今もいるのよ。だけどその人たちがピアトゥーピアみたいな技術、後に iTune がね、その技術を高額で買うような、そういったものを開発する可能性もあったわけじゃないですか、その人たちが。だけど、こね、金子さんが今こういう目にあってるって思う、この国でそれをするリスク高すぎるよね。だからこの人たちは多分アメリカに、 アメリカでやったりとか日本の国外で活躍するようになるんですよ天才プログラマーたちがでこれによって日本がそのいわゆるこうネットのプラットフォームを全部アメリカに奪われたっていう流れを作った重要な訴訟なんですよだから国の失策だと僕は思うんですけどでそういうことが分かる映画でこれは僕最後泣きましたねでまあこの手の映画のその特 まあこれちょっとネタバレっていう感じになっちゃったら申し訳ない。でも、あのね、この点の映画ってさ、最後にさ、本人の映像がさ、エンドロールで流れる感じってわかります。<laughs> ね。あ、あの時にもう僕、涙止まらなくなっちゃって。正直僕2004年の時点で、このウィニー裁判そんなに注目してなかったし、金子さんの映像初めて見ましたけど、 なんかいろんな意味で悔しさなのか何なのか複雑な涙が止まらなくなってなんかねすごく良かったですこの映画ははいえっと次がですね聖なる犯罪者っていう映画でこれはねポーランドの映画です2019年の映画でヤン・コマサっていう監督でバルトシュ・ビ,ビエレニアっていう人が主演 ですえー、とこれはね、アマゾンビデオでレンタルして、セールの時に100円でレンタルしました。で、これもね、ビデオニュースで宮台さんが語ってて、要はそのね、少年院で、まあ、犯罪を犯した青年がいるんですよ、ダニエルって。で、まあなんか、まあ、薬物とかもやってたからこう、薬物やってるガリガリな痩せ方 <laughs> で、で、そのピアスとか、ね、開けてて、で、入れ墨とかもあって、もう、もうなんか <laughs>、ね、その、 トレインスポッティングのワン・マクレガーみたいな <laughs>、あの感じなんですけど、えっと、あの感じの人が仮釈放になるんですよ。で、そうすると、なんかね、あの、木製材所でこう、働くっていう社会復帰のプログラムに参加するように命じられるんですね。で、バスでそこに田舎に向かってる途中に、ちょっと立ち寄った村があって、そこに教会があるんですよ。で、その教会ってのは、だから、 オーランドだから多分ロシア正教系でいいと思うんですけど教会があるんですねでその教会でなんかなんかえっ、ー、と彼はダニエルっていうのが主人公なんですけどダニエルはあの少年院でしし神父司祭か司祭の聖書の話を聞いてすごい何て言うかな,な心慰められてなんかこう神について考える人にもなってるわけでこの人がえっ、ー、とその教会に立ち寄ってちょっと 思いを巡らしてると、その教会の秘書みたいなのや,やってる人かな、教会員の女の子だったかな、が、えっと、あれ、あなたが、その新人の神父さんね、新人の司祭ね、つって勘違いしちゃうんですよ。で、その勘違いにダニエルが全乗りしちゃうんですよね。で、なんかこう、司祭として振る舞い始めるんですよ。で、あそうだよ、つって。で、<laughs> あの、 あのー、で、なんかいろんなこと言われたら全部口裏合わせて、うん、そうそうそう、忘れてた、忘れた、みたいな。で、で、あなたのガウンはこれよ、みたいな。で、ガウン来て、で、えっと、そういえば、あの、この曜日は国会のあれがあるんだけど、あのやれるつって、ああ、うん、あの、進学校で習ったからね、つって。で、<laughs> えっと、国会室ってわかります国会室で、その、村人の罪を、告白を聞くんですよ。 でそれをその国会室って暗いところで,でなんていうのかなこうこう木のさなんかこうねあの格子みたいなのを越しに顔が見えるか見えないかみたいなので、えー、と国会を聞くんだけどこのダニエルは国会室でその,、えー、とその木の網網の下でスマホを見ながら、えー、と国会スペースやり方司祭ロシア政教みたいなので検索して 検索ワード調べて、そこに書いてることで、あんな、何時の罪許されん、みたいなことを言って、仕事をこなしていくんですよね <laughs>。で、なんか、最大の難関が説教なんですけど、礼拝のね。なんだけど、これも、なんか、スマホでいろいろ調べたりしたんだけどもこ、説教だけはもう分からないから、とにかく、その、型にはまった説教ではなくて、彼が神っていうのはこういうことなんだよ、みたいなのを言うの。 そしたらみんなに響いちゃって、ね、そういう格式バッター、つまらない眠くなる説教じゃない、この若者は宗教的カリスマなんだっていうふうに勘違いされていくんですよ。で、それが、まあ、その小さな村で起こった過去の事件とかと絡み合って、みたいな話で、なんか面白いですよ。だからストーリーからしても面白いし、でもこのね、えっと、実は映画ってすごい古典的な進学的なテーマを扱ってて、なんかね、あの、 精霊点っていうのがあるんですね。キリスト教の用語にね。えっ、ー、と、サクラメントっていうんですけど、この、その精霊点って、そのカトリックと,、うん、とプロテスタントでその数は違うんだけどね。えっ、ー、と、例えば、まあ、結婚とか、えっ、ー、と、カトリックだと生体排除って言って、あのまあ、パンと杯ですよね。とか、えっ、ー、と、あとは、うんと、なんだろう。 まあ、カトリックだと、その、検事例とかありますよね、えーあ。まあ、葬儀ももちろん、というとかね。えー、洗礼ももちろんそうだし、とか。そんな、その、精霊点ってのがあるんだけど、その、精霊点って、その、何によって担保されるかっていう問題があるんですよ。進学問題があるんですよ。で、それが、えっと、その、祭祀なり、聖職者の、うん、と資質。 によって担保されるるとと考える人とそうじゃなくてもう精霊点は精霊点自体にその秘籍の力があるんだと考える派閥があってそういうことをすごく考えさせてくれる、えー、っと映画でもあるしもう一個があのね網野義彦っていう人が日本,日本の歴史を考えるって本があって名著なんですけど網野義彦の論に実はそのね えと日本において、まあ、これでも文化人類学的に多分他国においても見られる兆候なんだけどあの法と法外ってあってその社会のアウトサイダーとしての法外日本でいうとね変わら者っていうジャンルがあるんですけどこの人たちが芸能とかを担っていくんですよね。でまた法外にいるからその変わら者がなんていうのその当時の仏教の規範がある日本では獣を殺すっていうのは何つうのカルマっていうかね仏教のその。 教えに違反するからそういう川なめしとかと殺とかあとは死者の埋葬ですねこういうものになっていくでこれが江戸時代に得た否認という形で非差別部落を形成していくんだけどでさらにこのその川らもとか芸能の文化と実は天皇ってのがすごく近い概念なんだって言うんですよだからすごい面白いですよねだから聖なるものと その法,法の外にいる変わら的なるものってのがすごく実は円環をなしているっていうか一周回って近いものになってるっていう構造があるんだよって網野義彦さんという歴史家は言っててでそれはその「晴れとけ」っていうものとつながるんですよ。つまり法の中っていうのはけなんですよ。 だけど、法の外ってのが晴れなんですよ。だから、ブレイコーなんですよ。だから、日本のま、祭りとかで、昔は晴れと決って、晴れは無法状態だから、まあなんかこういう話あれだけど、ね、あのー、まあなんでうのかな、まあ、あのー、<laughs> こう、セックスをさ、ね、祭りの日には、結構、これだから、なんかそう,そういう研究あ、実際に、 あって昭和の初期ぐらいまでは実際行われてたっていうんだけどそうそうそう村のなんていうのこう,こう結婚結婚という制度から一回解き放たれて祝祭としてのセックスをた楽しむみたいな, <laughs> なんかハレンチっちゃハレンチなんですけどでもその感じとかってわかりますでその感じってのが多分すごいそのうんと。 普段我々の日常って、家っていうものの中に閉じ込められてるんですよ。で、それが法の中なんですよ。掟き手の中なんですよ。だけど、その外に出る晴れっていう日があってで、そこで変わら者という人たちが活躍するんですよね。で、それと天皇っていう存在が非常に近いっていうのがアミノさんが言ってること。で、まあ、この聖なる犯罪者ってまさに、まあ、あの聖なる犯罪者ってすごいもうタイトルからしてそういう概念を表してますよね。つまり聖職者ってものと、 犯罪者って実は真反対のものに我々思っちゃうんだけど案外近いとこにあるんじゃねえのみたいななんかねこれはねあのあれですよだから、ね、大杉蓮さんの遺作最後の作品に「教会史」っていうね映画があるんですよでこれはそのねあの刑務所の中で そのね、囚人たちに説教したりとかする牧師の話なんですけどあれもちょっとなんか思い出すような実は宗教的に深いテーマを扱った映画だなと思いましたね <laughs> えー、次はですねあと2本かなえっ、ー、とね「<laughs> 激怒っていう映画でこれもアマゾンビデオでセールで100円でレンタルしたんですけど <laughs> 監督が高橋良樹さん主演が、えー、と川瀬陽太さん2022年の「 日本の映画でこれ僕あの高橋良樹さんって映画ライターの人であの割と「ブラックホール」っていうねその、うん、と YouTube 番組持ってたりするんですけどえっと割とこの人の映画論は僕は好きなんですよ。 で、この人がなんか映画撮ってるらしいぞっていうのは、なんかコロナの最初の方に言ってて、ああ、なんか完成したら見てみたいなと思ってたんですけど、まあ今回ちょっと整理にもなってたし、見てみたんですよ。でね、なんかテーマすっげえ面白いんですよ。だから、なんかね、こう、自警団っていうか、いわゆるこう、マスク警察的な感じの自警団が、えっと、もはや警察以上に権力を持ってしまう、えっと、近未来の日本を描いてるんですね。うん。で、その中で主人公、 こうはえっと、警察刑事なんだけど、すごいオール,オールドスクールの,なんていうの刑事で、ちょっとこう、社会のアウトローとも付き合いながら治安維持をするというスタイルの刑事なんだけど、その自警団がこう全てをこう漂白していくんですよね。で、ゴミを捨てるとめちゃくちゃリンチにあったり、いわゆる死刑ですよね。私の刑と書いて死刑。 詩人逮捕みたいいなものに近いんですけどでそういうものの警察がそれの株主組織になっちゃうっていうディストピアなんですよ。面白そうじゃないですか。で、最後は深間っていうのがそのオールドスクールの警察なんですけど、自警団 VS 深間みたいになっていくんですけど、この感じ、その、その筋書き聞いてるとめちゃくちゃ面白いそうでしょ。だけど、なんかね、ちょっとね、作りがチープすぎたのと、なんかいろいろ、あれ、なんか血ってこんな風に出ねえよとか、なんか高橋良樹さん ともあろうものが、なんでこんな安っぽい描写なのこれはもう予算の問題なのかなーとか思いながら、あんまり入り込めなかったかなーって感じ。そうそうそう。小説で読んでみたいなって思いました。はい。えーで 最後、最後はですね、スパイダーバース、アクロス・ザ・スパイダーバース。これもアマゾンビデオで、えっ、ー、と、100円のセールの時にレンタルしました。えー、ホアキン・ドス・サントスさん、ジャスティン・ K トンプソンさん、えー、ケンプ・パワーズさんラガ監督で、えっ、ー、と、シャメクシャ、シャメイク・ムーアって人が声優やってたりするのかな。で、まあ、これはすごいですね。もうほんとすごい。あの、映像がもうえぐいです。で、オタキングの岡田敏夫さんっていう人が、 これの一作目が何年かな ?2019 年だったかなに出た時にもう日本のアニメーションはアメリカから10年遅れたって言ってて、それぐらいとんでもない映像の技術をやってるらしいんですよ。アニメーターならわかる。で、どういうことで、まあ要はね、なんかね、いわゆるそのセル画ってものと 3D のってものがあるじゃないですか。 で、その 3D で言うともうトイストーリーとかピクサーがもうめちゃくちゃすごいとこまで行ってるじゃないですか。で、セルガはもうジブリとかがすごいんですよね。で、この、それを融合させるみたいなことを知ってて、ものすごいアニメーション的に高度なことをしてるんですって、このスパイダーバースのシリーズって。で、僕はあの、ファーストストラムタンクが実はちょっとその路線なんですよ。で、だから僕はちょっと、 岡田敏夫さんはファーストスラムダンクをアニメーターとしてどう見たのかちょっと興味あるんですけど、で、話戻すと、このス,タスパイダーバースってマルチバースの話で、で、そのマルチバースとこの、なんつうの、その、異なる世界観っていうか作り方の、えっと、アニメーションを同じ画、えー、ね画角の中に収めるっていうのと、マルチバースってめちゃくちゃ相性がいいんですね。だってマルチバースって、 そうは、宇宙、多元宇宙の話だから、宇宙がたくさんあるよという、まあ、今の物理学の有力な仮説をもとに、えっと、なんていうのかな。まあ、マルチバース論で言うと、だから、去年のエブエブですよね。エブリティングエブリウェア、オールアットワンスっていうアカデミー作品賞もあれ、マルチバースの話なんですけど、で、そのマルチバースってテーマ、テーマっていうのかな。マルチバース論って、実は、なんかじ、あの、 その物語の作りとして割とそのこういうことを語るのに適してるなっていうテーマがあってそれが予定説、ね、カルヴァンの予定説救われてる人は救われる人は決まってるんだっていう予定説あるいは運命論と自由意志未来は変えられるのかっていうこの戦いっていうかこの思想的緊張ってのを描くのにマルチバース論ってめちゃくちゃ相性がいいんですね。 で、このスパイダーバースの、えっ、ー、と、アクロス・ザ・スパイダーバースは、まさにそういう方向に話が修練していって、しかもそれをこう、アニメーションの技法とシンクロさせながらやってるから、めちゃくちゃこう、テンション上がるし、で、これ、あの、続編があるという終わり方をしてるんで、自作がめちゃくちゃ楽しみですね。はい。まあ、そんな感じです。ということで、えっと、後編。 を来週やりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。えっ、ー、と、映画会参加したい人はチケット。まあ、まだ残ってたら買ってください。また、あのね、参加できないという方も後日音源聞けますんで、よろしければ。そんな感じです。また来週後半でお会いしましょう。さよなら。